アメリカ海軍の戦艦、アイオワ戦艦とは、軍艦の艦種の一つである。しばしば、戦艦イコール軍艦のように誤用されがちであるが、戦艦の定義は前日及び後日の通りである。大規模な砲撃戦で強力な相手に打ち勝つことを目的に設計されているため、軍艦の中でも最も強力な艦砲と、剣道な装甲を持つ。世紀末に生まれ世紀半ばまで。 列強国で競って建造された。砲撃戦主体の大規模な海戦の勝敗が戦争の奇数を決めた時代に主力艦としてみなされた。第二次世界大戦頃までは各国の軍事力の象徴的存在であり、世界のパワーバランスを左右する戦略兵器とみなされた。しかし第二次世界大戦では航空戦力の優位性が実証され艦隊の主役の座を 大型航空母艦に譲った。第二次世界大戦後は、戦艦は運用機会や存在意義自体が失われてしまい、実戦投入された戦争も1991年の湾岸戦争を最後になく、2021年現在では戦艦と呼称される艦を運用する国はない。史上最大の戦艦山と、 スクモワンを中間で大やけ試み中、1941年10月30日、撮影。軍艦の艦首としての戦艦は、その強力な艦砲の火力による攻撃力と堅牢な防御力とにより、敵艦船の撃滅を主任務とした。多数の大口警報を搭載し、また敵艦の大口警報弾が命中しても耐える装甲を装備した。 そのため極めて大型になり、第二次世界大戦までは大型航空母艦に並ぶ最大の軍艦だった。戦艦は効果かつ当時の先端技術が結集した兵器であるため、主力艦と呼ばれる大型戦艦の艦隊を編成して維持する国は豊かで科学力に優れた列強国に限られた。戦艦が出現した19世紀後半から20世紀半ばにかけては、 戦艦の保有席数などが国力のシンボルとされ、政治、外交の局面でも重視された。より大光景の方を備えた強力な戦艦を持つ国が有利とする当時の各国海軍の戦術思想を大環境法主義という。しかし、第二次世界大戦においては、ビスマルク追撃戦、マレー沖海戦をはじめとして航空機が戦艦を撃破した事例が重なり、 大艦巨峰主義の終焉と航空機戦の重要性が実証された。これに伴い海軍の主力艦は大型航空母艦へ移行し、戦艦は決戦兵器としての座を失った。第二次大戦後においては新兵器であるミサイルが艦砲に代わる存在となるとさらにその価値を損なった。東西冷戦期には大規模な艦隊同士の海戦などもなく、 もはや過去の存在となった戦艦は各国とも順次退役し除籍されていった。現在では本格的な戦艦を現役艦として運用する国はない。しかしアメリカ、イギリス、日本などではかつて活躍した戦艦が記念館や記念施設として保存されかつての栄光を今に伝えている。戦艦が登場する以前、 海戦において主力艦としての地位を占めたのは17世紀に出現した木造戦列艦で原則に多数の大砲を搭載し18世紀半ばには60門を超える砲を三層甲板に備えた戦列艦の艦隊は単純人の戦列を作り敵艦へ砲火を浴びせた当時の海戦では砲撃によって沈没に至ることは少なく砲撃や 切り込み隊で攻校、戦闘能力を奪った後に捕獲するのが一般的だった。19世紀になって大砲及び炸裂弾の威力が向上すると広い原則を持つ戦列艦は多数の敵砲火を浴び脆弱性が無視できなくなった。1853年から始まったクリミア戦争では敵からの炸裂弾が原則に命中すると破壊された木材破片が 艦内に広く飛び散り、戦闘員の死傷が相次ぐことが問題となった。戦艦の始祖とされる、世界初の装甲艦、グロワールそこで、戦列艦より小型で、艦艦の低いフリゲートに、原則の装甲防御を施した、装甲艦が考案され、戦艦の始祖とされる、フランスの装甲艦、グロワールが誕生した。この艦は、木造船体の原則に、再発、 フ1 1 9ト、mm、ルの装甲を装着し、原則に1 6トル砲30門を装備した基本兼用艦である。イギリスはこれに対抗して、1860年に鉄製船体を持つウォーリアを浸水した。この艦以降、装甲艦は徐々に基礎専用化、船体大型化、大砲大型化、原則砲から艦板上の砲塔式への移行、装甲強化が進み、 後に、戦艦、巡洋戦艦、大型装甲巡洋艦などへ発展する。1886年に竣工した、コロッサス級装甲艦は、後装填式連装30.5センチメートル砲2機と、鋼鉄製船体を持つ。後装填式試乗砲により、砲撃力と命中精度が著しく向上した。1892年に竣工した、イギリスの ロイヤルサブリン級戦艦型は、中心線上の戦隊前後部に、路方灯一基ずつを持ち、連ン 34.3cm 砲の、k 四門の手法は、左右両弦へ支障なく施行できた。また最圧、V457mm の装甲を、原則水戦部に装着し、両派性に優れた交換弦を持ち、近代戦艦の始めとされる。全度急戦艦の基準となった、 マジェスティック1895年に竣工したイギリスのマジェスティック型は強靭で軽量のハーベーニッケル高装甲を採用し2機の連装砲塔を全面装甲式とし原則も中間板の高さまで装甲で撃ったまた発射役改良によりコンパクトかつ高い貫通力を持つ 30.5cm 連装砲を採用した以後これが土球戦艦の出現まで 近代戦艦の基本形態とされ、強国では多数の近代戦艦を揃えた艦隊を作るようになった。また、多くの海軍国で戦艦の定義を暗黙ながら建造時に開発、製造可能な最大の大砲を搭載している時間に搭載した手砲弾の飛弾に耐えられる装甲を有していると考えるようになった。しかし後に政治的事情や金銭的、 環境的事情からこれに当てはまらない感もあった。戦艦の初期戦術は近距離戦であり、近距離戦に適した複法で敵艦上部構造へ榴弾を浴びせ戦闘力を奪いつつ発射速度が劣る手法はその間に水平射撃で原則水戦部の装甲を実体弾、鉄鋼榴弾で撃ち抜き大浸水をもたらす戦術であった。しかし戦艦の装甲の進歩は 鉄鋼弾の貫通性の進歩に劣らなかったため、手砲弾が命中しても貫通を許さない割合も多かった。その後、手砲の発射速度と遠距離砲撃能力の向上に伴い、有足の艦隊の単銃人を組むことにより、遠距離から短時間で多数の手砲弾を敵艦へ命中させることが可能となった。日露戦争は、鋼鉄艦同士による初めての本格的な海戦が、 ほぼ遠距離戦で行われた。最大の海戦だった日本海海戦では優位な位置を占めて並行した日本海軍戦艦は激しい砲撃戦の開始直後から多数の手法弾をロシア戦艦へ命中させた。ロシア戦艦は原則水戦部を撃ち抜かれ予測に反し浸水による沈没が相次いだ。加えて日本海軍は戦艦の手法で 榴弾も射撃して機艦の上部構造を破壊し、急速に無力化する戦術も採用し、沈没を免れたロシア戦艦も戦闘力を喪失しており、最終的に全て降伏した。列強は日露戦争の戦艦を取り入れ、手法の遠距離攻撃力を重視する戦艦の改良を図った。この戦艦を最も早く取り入れた英国は、従来艦の倍以上の手法を片言に施行できる。 戦艦ドレッドノートを日本海海戦の翌年に竣工させた。この戦艦は従来の同規模の戦艦と比べて高速航行可能で2倍以上の火力を備えるため、回線において有利となり、それまでの世界の全ての戦艦は一挙に旧式化した。そのため、これ以前の戦艦を全土級艦、同程度の性能を有する戦艦を土級艦として区別する。 また、戦艦ドレッドノート登場の直後に、同じ英国では、戦艦並みの火力と巡洋艦並みの速度を合わせ持つ艦として、巡洋戦艦が登場した。このイギリスの巡洋戦艦は、概念、任務としてはほぼ巡洋艦のままであり、戦艦級の装甲防御力は持たなかった。これに対し、ドイツで対抗して建造された巡洋戦艦は、巨砲の搭載を追求しない代わりに、 走行防御力を重視し、イギリスの巡洋戦艦隊との交戦にも有利となるように設計された。第一次大戦になると、砲弾の鉄鋼性能向上場及びさらに遠距離砲撃による大落下核射撃と短時間に多数の鉄鋼流弾の砲撃を行い、敵艦の水平防御を打ち抜き内部で爆発させる戦術が発達した。対策として砲お及び、 甲板全体にわたる厚い水平防御も必要となった。第一次大戦の最大の海戦であるユトラン同期海戦においては、英独両国の高速の巡洋戦艦隊同士の激しい打ち合いとなったが、主力である土球戦艦隊は戦場への急行が遅れ気味となり、全力を挙げての決戦には至らなかった。加えて、海戦では水平装甲を打ち抜かれた。 イギリスの巡洋戦艦が艦内の誘爆による強沈が相次いだ。このユトランド沖海戦の戦艦は、戦艦は速度が不足し、巡洋戦艦は防御力が不足していると認識された。以降建造された戦艦は高速化と高速性能が向上され、巡洋戦艦の防御力は当初より大幅に向上し、やがて両者の区別がつかないまでに発展していく。 そのような戦艦の防御力と巡洋戦艦の速度を兼ね備えた艦を高速戦艦と呼ぶ。しかし加熱する喧艦,艦競争によって起きた全土球戦艦、土球戦艦、巡洋戦艦、高速戦艦という目まぐるしい軍艦の発達について来られる国は少なくなっていった。第一次世界大戦より後に心臓戦艦を収益させることができたのはアメリカ、日本、イギリス、 フランス、ドイツ、イタリアだけだった。より大型に、より高性能になっていく戦艦は、建造費も高騰していき、もともと砲撃戦に特化しているがゆえに、汎用性に欠け、戦艦同士の戦闘以外に容易に投入できず、融通の効かない、使い勝手の悪い艦になっていった。機雷、魚雷、そして潜水艦というより、安価な兵器が、次第に戦艦の脅威となっていく。 そして航空機の登場が戦艦にとどめを刺すことになる。第一次世界大戦は航空機が軍事に導入された初めての戦争でもあり、以後の海軍は航空兵力に護衛された艦隊内し航空兵力による単独攻撃という新しい局面に対応することになる。第二次世界大戦においては水上艦は 航空戦力に対して単独では対抗できないことが明らかになる。航空戦力の優位性を世界に初めて知らしめたのは、イギリスによるイタリア・タラント空襲と日本による真珠湾攻撃である。これらは停泊中の艦船に対する攻撃であるが、日本がマレー沖海戦において、戦闘航行中の戦艦を航空戦力のみで撃沈して航空機の有用性を確固たるものにした。 その後の海戦における戦艦の行動は、自国の航空部隊の援護かまたは、航空機の活躍できない夜間などに限定されるようになり、やがて戦艦は消えていくことになる。また、ドイツ軍の誘導滑空爆弾フリッツ X によるイタリア海軍のローマ撃沈は、将来格下の巡洋艦以下の艦艇にも搭載可能になるであろう。誘導対艦ミサイルで戦艦の主砲射程外から、 戦艦を撃破可能であることを予感させた。アメリカ海軍のみは上陸支援目的で長く戦艦を使い続けたもののもはや戦艦を心臓することはなくなった。遅れて巡洋艦も減衰し戦艦を直接無力化した空母は Z 機搭載のために巨大化して米国以外では減衰しその後は巨大化した駆逐艦以下の水上戦闘艦や 戦艦の終焉と相前後して現れた水上艦連続任務機関と同等の連続潜水任務機関に達する原子力潜水艦を含む潜水艦とターボファン化と空中給油の実用化で搭載量や航続距離が増した軍用機や誘導能力を得たミサイルがかつて戦艦が行っていた先日戦略任務の多くを引き継いだ日本装甲艦東 日本では明治初年の海軍創設時から日清戦争あたりまでフランス製総甲艦東を鋼鉄と呼称していたことから総甲艦を砲塔鋼鉄艦と呼んでいた。1894年、藤型二隻をイギリスに発注するにあたり排水量1万トン以上の艦を1等戦艦1万トン以下の艦を2等戦艦と正式に定めた。 日露戦争終戦後間もなく、東急を廃して、戦艦という艦種が定められた。日露戦争で活躍した戦艦、富士は、ロイヤルサブリン級戦艦を原型とし、マジェスティック級戦艦で採用された全面走行式砲塔に、フォーミダブル級戦艦で採用された30.5センチメートル砲を収めた。また、日本海海戦時の連合艦隊機関、三笠は、 カノーパス級戦艦で採用されたクルップッコーを用いて走行強化を行った。初期の戦艦は排水量1万から1万5千トン、24から34センチメートルの主砲4門を搭載し14から19ノットの速度だった。この頃、戦艦を建造していたのはイギリス、フランス、ドイツ帝国、アメリカ、イタリア、ロシア帝国。 オーストリア・ハンガリー帝国の7カ国。日本は日露戦争の前にイギリスから6隻の戦艦を購入した。日本以外にも戦艦を他国から購入した国は隣国間で紛争の多かったトルコとギリシア、南米で競争関係にあったアルゼンチン、ブラジル、チリ、海軍復興に邁進するスペイン、ヨーロッパ諸国に対抗するため、 北洋艦隊等の近代的海軍を創設した中国政庁である。これらの戦艦は、砲戦距離数千メートルでの目視による直接射撃を想定して建造されていた。世界で最初に戦艦同士の本格的な戦闘が行われたのは1904年の日露戦争だった。日露戦争の初期の公開海,海戦には、日本の連合艦隊の戦艦4隻、 装甲巡洋艦2隻とロシア第一、太平洋艦隊の6隻の戦艦が対戦し、翌年の日本海海戦では日本の連合艦隊の戦艦4隻、装甲巡洋艦8隻とロシア第二及び第三太平洋艦隊の戦艦8隻化が対戦した。いずれも日本の連合艦隊の勝利に終わった。公海回では逃走するロシア艦隊と追いかける日本艦隊の間で、 距離1万メートル以上の遠距離砲戦が起こった。戦艦ドレッドノート日露戦争での航海,海戦と日本海海戦の戦訓から戦艦の手法による遠距離砲撃力が海戦の死由を決すると認識された。これを受けて1906年に手法の門数を倍以上に増やし手法だけで戦うという画期的な嫌韓思想に基づいて設計された戦艦。 ドレッドノートが英国で建造された。ドレッドノートの出現により、それ以前に建造された戦艦だけでなくイギリスを含めた建造中の戦艦までもが一挙に時代遅れとなった。ドレッドノート以前の戦艦は全土旧戦艦と呼ばれる。これ以後各国で建造される戦艦は、ドレッドノートに準じた土旧戦艦となり、列強国の保有戦艦は、 全土球から土球への転換を迫られた。このドレッドノートの出現により、世界各国の列強の海軍のパワーバランスが崩れたことをドレッドノートショックと呼ぶ。中小国の海軍は無理をしながら戦争抑止力として1から3隻の土球、または超土球戦艦を購入した。ドレッドノート完成のわずか6年後に土球戦艦を大きく上回る。 攻撃力を有するオライオン級戦艦がイギリスで誕生した。土級戦艦より強力な火力を持つことから、超土級戦艦と呼ばれた。これに、アメリカが 35.6cm 砲戦艦を、フランスが 34cm 砲戦艦を整備し、イギリスから巡洋戦艦、コンゴを購入した、日本語以後は 35.6cm 砲戦艦、不層型。 伊勢型を整備し始めて、ちょうど旧戦艦時代が到来した。また、列強以外では、チリ海軍がアルゼンチン・ブラジルに先駆けて、コンゴーと同じく35.6センチメートル砲を搭載する戦艦アルミランテラ島列球2隻を発注し差をつけた。また、ブラジルやギリシャやトルコもちょうど旧戦艦の建造を列強に発注するが資金難や、 大戦の勃発などの事情により建造依頼は取り消された。こうした流れの中でも手法の大口径化は進み、オライオン級の3年後には、さらに大口径の手法を持つクイーン・エリザベス級がイギリスで完成。これ以降もより大きな艦隊に、より大きな手法を積む戦艦を建造する傾向が第一次、大戦後にも続いた。これを大環境法主義と呼び、 日本のヤマト型がその頂点に達した。また、英独日では、土球戦艦や超土球戦艦と同等の攻撃力を持つが、軽防御高速力の巡洋戦艦も建造された。第一次世界大戦では、当時世界第一位の戦艦、巡洋戦艦保有国家であるイギリスと、第二位のドイツが敵対した。大戦前から、この二国は、激しい喧嘩競争を行っていた。 だが、戦艦、巡洋艦戦力では劣るドイツは艦隊の保全を図ったため大規模な海戦の機会はなかなか訪れなかった。ドイツの U ボートによる通商破壊戦や欧州から離れた戦線においてフォークランド沖海戦などの主力同士とは言い難い戦力での海戦が起きたのみであった。九百十六年のユトランド沖海戦は第一次世界大戦で最大 かつ唯一の本格的な主力艦同士の戦いであったものの、高速な巡洋戦艦同士の遊撃戦となり、主力の戦艦部隊が全力で抗戦することなく終わった。英国艦隊は数的には優勢だったが、戦闘では英国巡洋戦艦、インビンシブル、インディファティガブル、クイーン・メアリーの3隻が、砲塔、艦艦の水平装甲を打ち抜かれ、艦内誘爆により合沈した。 ドイツ側は、巡洋戦艦、リュッツ王が、多数の被弾による浸水で放棄された。ドイツ巡洋戦艦は、イギリス巡洋戦艦に比べ、水平走行重視の設計という爆防止策により、抗弾性が増った。イギリスは、ユトランド沖海戦後も変わらず、主力艦戦力では、ドイツを圧倒した。戦争末期にはドイツは、起死改正を図り、 全艦隊で出撃しようとしたが、勝ち目のない戦いに出ることを意図う水兵たちがこれを拒否した。結局、一度きりしか生じなかった主力艦同士の艦隊決戦は、対戦に何ら影響を与えるものではなかったのである。だが各国は、戦艦や巡洋戦艦の設計の問題という観点でしか戦訓を見ようとせず、艦隊決戦が戦局に影響を与えなかった事実はえり見られる。 ことがなかった。総甲艦ドイッチュラント新戦艦ダンケルク第1次、世界大戦の終了直後には、ユトランド沖海戦の戦艦を取り入れた、主力艦の熾烈な建造競争が、残された、大海軍国である米、A、日で始まった。日本においても戦艦による艦隊決戦構造により41センチ砲搭載の戦艦8隻、巡洋戦艦8隻からなる。 88艦隊の建造が計画されたが、1922年、ワシントン海軍軍縮条約が締結され、新規建造が制限されると、列強各国の県艦競争は一応の収束を迎えた。これを海軍休日と呼ぶ。ワシントン海軍軍縮条約においては建造中の未完成戦艦の廃艦が求められたが、ここに日本と諸外国との間で、道の空を 完成艦として保有を認めるか未完成艦として廃艦するかの駆け引きも起こった。同条約においては航空母艦の所有排水量にも各国ごとの枠が設けられたが当時航空母艦はまだ生まれたばかりの艦種であり各国ともその枠に大きな余裕があったため廃艦とした未完成の戦艦や巡洋戦艦を航空母艦に改装して完成させる例が見られ その結果として、歴史ントン級航空母艦や、赤城、加賀、ベアルンといった、それまでになかった大型の航空母艦が生まれた。しかし当時はまだ航空母艦艦載機の攻撃力、航続距離など性能全体が低く、実戦で戦果を示す機会もなかったため航空母艦は、補助的な艦として見られており、海軍の主力は引き続き戦艦であるとみなされていた。 1934年に同条約が破棄されるまでの間、各国は既存艦の近代化改装などで原油艦の質的向上に力を注いだが、欧州では敗戦後、造船能力を取り戻しつつあるドイツが1933年にポケット戦艦ドイッチラント級を玄関したことと、ロンドン軍縮条約に参加しなかったことで1933年から、 新戦艦建造の権利をフランス・イタリアが得たことで、ドイツ・フランス・イタリア三国で、県艦競争が勃発した。フランスがダンケルク級を作れば、イタリアは、コンティ・ディ・カブール級とカイオ・デュイリオ級の近代化階層と、ビットリオ・ベネト級の県艦に着手し、ドイツも、シャルン・ホルスト級とビスマルク級を作った。その後、ドイツ・イタリアのインチ砲戦艦に対抗するために、 フランスは、ダンケルク級の2番艦、ストラスブールの重装降下と、聖38センチメートル砲戦艦、リシュリュー級の剣艦に踏み切った。ロンドン軍縮条約によって1937年まで、新戦艦建造ができなかった英国は、欧州の中型戦艦対策に唯一速力で、対抗可能な既存の巡洋戦艦、フットとレーナウン級2隻の小介層により、遠座をしのいだ。 ワシントン条約の破棄後は、再び列強による戦艦建造が始まり、アメリカ合衆国のノースカロライナ級、サウスダコタ級やアイオア級、イギリスのキング・ジョージ5世級、日本のヤマト型などの巨艦が建造された。また、再軍備宣言をしたドイツも、前述の通りにダンケルク級への対抗としてビスマルク級を建造した。この時期に建造された戦艦は、 軒並み27ノット以上と、速力も速く、後に航空母艦を中心とした艦隊を編成する場合にも運用が可能だった。軍縮条約によって、保有数を制限された各国にとって、第二次世界大戦前の時点において戦艦は、艦隊の花であるのみならず、国力そのものであり、その主力艦としての希少価値は、 史上例を見ないものであったが、いざ戦争が始まると、戦場の主役はすでに航空機に移っていることが明らかとなった。大西洋方面では、数軸国軍とイギリス海軍の戦力差が大きく、戦艦、ビスマルクの沈没やベーザー演習作戦において、大型艦艇の損害を出したドイツ海軍に対し、ヒトラーがその後の活動を制限したために、大きな海戦が行われなかった。 地中海でタラント港に停泊していたイタリア海軍の戦艦にイギリス海軍の空母艦載機が大損害を与えた。1941年太平洋戦争壁頭の真珠湾攻撃において日本海軍の空母艦載機が真珠湾に停泊中のアメリカ太平洋艦隊の戦艦の大半を撃沈した。マレー沖海戦において作戦行動中のイギリス最新エース戦艦。 プリンス・オブ・ウェールズを日本海軍の基地航空隊が撃沈した。以上のことから艦隊における主力は航空機とそれを運用する航空母艦となり、戦艦の役割は制空権を確保した状態での陸上目標砲撃や空母機動部隊の防空支援といった副次的任務に移っていった。これは戦艦の手法は大口径砲にもかかわらず機動力に優れていること。 敵の攻撃目標として目立つ巨大な艦隊と攻撃に対しのぐだけの防御力を持ち合わせていること、対空砲火の威力を増した VT 新艦の発明などの理由がある。実例としては以下のようなものがある。海戦当初、日本の機動部隊の護衛部隊の主力は高速の混合型戦艦であった。その後、対戦後半からアメリカ機動部隊の防空用に、 アイオワ級戦艦をはじめとする新型戦艦が投入され、防空任務に絶大な威力を発揮した。マリアナ沖海戦において、日本側は前衛部隊に4隻の戦艦を配置し、これによって敵攻撃隊の攻撃を吸収し、正規空母を含む本体への被害を減じようと起とした。真珠湾攻撃後の起とに行われた。 アメリカ軍ウェイク島基地に対する日本軍、軽巡洋艦等による艦砲射撃、ガタルカナル戦における戦艦混合、春名による飛行場への夜間砲撃欧州戦線でのノルマンディ上陸作戦時や太平洋戦線での伊洋島、沖縄攻略時などに実施された連合軍の艦砲射撃対戦末期に、釜石市や浜松市等に行われた連合軍の夜間艦砲射撃太平洋では、 戦場の主役が空母機動部隊となった一方で、欧州では戦力の不均衡や燃料の枯渇により戦艦が活用された作戦は少ない。ただし、ドイツ戦艦ティル・ピッツがノルウェーに在泊し、敵水上艦艇と一度も放火を交えることなく、連合軍の塩素戦団に圧力をかけ続けた例など、戦艦が抑止力としてある程度機能をした。 ユム -109 トマホークミサイルを発射するウィスコンシン。戦艦最後の戦場となったこの戦いでアイオワ級は艦砲射撃とトマホークミサイルによる対地攻撃や RQ-2 無人偵察機による着弾観測等を実行した。イギリスは1946年にヴァンガードを、フランスは1950年にジャンバールを完成させ、 戦後も国の威信と象徴を示すものであり続けた。しかし、実用艦としてはすでに時代遅れになっており、収益機関の大半を予備艦として使われ、退役した。前期を例外として、第二次世界大戦以降は、そもそも大規模な海戦それ自体が行われなくなったこともあり、戦艦の建造は行われなくなった。戦後、ソビエト連邦の台頭により、 冷戦が始まった頃には、ミサイルの実用化がなされ、手法による艦隊戦は有効性を失ってしまった。旧ソ連はミサイルを主武装とする艦を大量に建造して空母を主力とするアメリカに対抗し、ミサイル巡洋戦艦といえる黄色フ級ミサイル巡洋艦を収益させるに至るが、巨砲を主武装とする戦艦とは、性格が異なる艦である。また、チリ、ブラジル、 アルゼンチンの三国は自国の戦艦を退役させた後、大艦としてブルックリン休憩巡洋艦を購入している。国の威信と象徴を表す艦としても戦艦は不経済と考えられ、巡洋艦でも十分であると考えられたのである。しかし陸軍及び海兵隊が行う水際上陸作戦支援には戦艦の砲撃力は依然有効であり、また、 第二次世界大戦後に著しく発達したミサイルは、鉄鋼弾に対する防御を前提とした、重装甲を持つ戦艦に対しては、決定的なダメージを与えられないとされ、戦艦が再評価される場面もあった。アメリカは、第二次大戦以降、朝鮮戦争では、アイオワ級の4隻全てを、ベトナム戦争では、ニュージャージーを現役復帰させ、上陸作戦の支援に使用した。 その後アイオワ級は予備役として保管されていた。1980年代のレーガン政権下で強いアメリカの象徴として3度、4隻とも現役に一時的にまた駅し、ミズーリとウィスコンシンは湾岸戦争で出動した。これらは最後の現役戦艦であり、トマホーク巡航ミサイルを搭載するなど近代化階層が施されていた。 しかしあくまで大戦期の旧式艦の再利用であることが戦艦の価値、使用法が限定的なことを示している。1990年代初頭にはすべての戦艦が退役し、2006年までにすべての艦が除籍された。最後の戦艦であったアイオワも現在はロサンゼルスの港にて記念艦として予定を送っている。純粋な戦艦とは異なるが、 1990年代後半にアメリカ海軍でアーセナルシップと呼ばれる艦の開発計画があった。アーセナルシップは大量のミサイルを搭載し、大地攻撃に活躍する艦となる予定だったため、アメリカ海軍はこれを21世紀の戦艦と銘打っていた。しかし、予算、世界事情の変化などで計画はほぼ立ち消え状態となっている。 偽装中の山と右より4 6ンチ砲弾、4 6ンチ、三式弾、4 6ンチ砲弾本体、4 1ンチ、砲弾、3 6ンチ砲弾手法は戦艦を戦艦たらしめる最重要の武装である。敵艦を圧倒するために大きく攻撃力の砲弾を、より遠くへより正確に発射する必要がある。砲の大きさはメートル砲で、設計製作された。 ヤマト型であれば、四十五口径四十六センチメートル法、ヤードポンド法で設計制作されたアイオ a 級であれば、五十口径十六インチ法と表現するのが正確である。口径が方針の長さを表す、口径長、センチメートル、またはインチが方針内径砲弾直径である。メートル法で設計制作された法であっても、方針内径を インチで表現して、霧の良い数字に近づけるのが通例。例えば、メートル法の定唱国であるフランスの戦艦手法は、当然にメートル法で設計、製造されているが、ダンケルク級は33センチメートル、リシュリュー級は38センチメートルである。方針の長さの表示については、後継と表し、これを後継長と呼ぶ。1900年頃に、 各国海軍が有していた全土級戦艦は、35、合計10インチ程度の手砲連装砲塔に収め、艦の前後に一機ずつ装備していた。その後、戦艦手砲は、逐次巨大化し、日本の大和型の45合計46センチメートル砲、アメリカのアイオワ級の50合計16インチ砲に達した。発射する砲弾は、装甲で防御された。 適応型艦に損害を与えられるようにするため、鉄鋼弾が主であった。鉄鋼弾は、玉体の大半が硬い特殊鋼でできており、内部の策略の量は少ない。初期には策略を持たない実体弾も用いた。鉄鋼弾の新刊は、砲弾が敵艦の装甲を貫徹した後、敵艦の内部で炸裂する、自発式である。 砲弾重量は12インチ砲で4 0 0ラム程度、16インチ砲で1トン前後、ヤマト型の46センチメートル砲で1.5トン程度である。この砲弾を1門あたり毎分2発程度を、方向速度800メートル、秒程度で2万メートルから3万メートル先の敵艦に向けて撃つ前提であった。鉄鋼弾が、 水面に着弾すると水中に潜った後に爆発し、高い水柱を生じるため、着弾点の観測に用いた。鉄鋼弾の他に、無装甲の目標を射撃するための榴弾も搭載した。榴弾は内部の策略が鉄鋼弾より多く、命中と同時に作動する瞬発進化も装備する。なお、日本海軍は、 戦艦の手法を対空戦闘にも使う想定で、0式通常弾や3式通常弾といった特殊な対空砲弾を開発し、太平洋戦争の実戦で使用した。日露戦争時の日本海軍は対戦艦射撃に榴弾も併用することにより一定の効果を上げた。大砲の威力は砲弾の材質、構造、作薬量が同等であれば、 打ち出す砲弾の重量と速度により決まる。砲弾の重量を決定するのは、砲弾の形状が相似であれば、後継によって決まる。砲弾の形状がより長ければ、同一後継でも重量が増える。砲弾の速度を決定するのは、創薬の量と後継長である。後継長が大きければ、より長時間砲弾に運動エネルギーを与えるので、創薬の量が同じでも、 砲弾速度はより速くなる。ただし技術的限界を超えて創薬量を増やすと砲身のブレによる命中率低下を招く。一般には後継が戦艦の手法の威力を測る基準値とされ、後継長は45後継前後で創薬量にも大差なく各国とも横並びであった。しかし例外もあり、第一次世界大戦までのドイツ戦艦は、 創薬量を増やして砲弾速度を上げたため、後継では一回り大きな英国戦艦の手法と同等と言われていた。一方の英国戦艦は後継長の増大により対抗したこともあるが、結果として英国製50後継12インチ手法は方針のブレが大きく欠陥品とされる。第一次世界大戦後では手法の射程距離の延伸により、 砲弾速度は重要な要素ではなくなった。長時間空中を進む砲弾の速度は空気抵抗により減少し、いくら高速で打ち出しても最終的な砲弾速度には変わりがなくなったからである。むしろ山なりの砲弾が落下に転じたさえの速度は砲弾重量によって決まるため、ほぼ砲弾重量のみが手法の威力を決定することになった。 第二次世界大戦時の米国戦艦の16インチ砲の砲弾は長い形状によって重量を増しており、45口径砲は他国よりも砲弾速度は低速、50口径砲は他国の45口径と速度は同等であった。戦艦の誕生以来、その手法には各時代で最大の強力な攻撃力を持つ砲が搭載されてきた。全土級戦艦の時代は、 射撃管制が未発達の時代には遠距離砲戦ではなかなか砲弾が命中せず近距離砲戦に移行することが定石となった。その際には手砲よりも小型の砲であっても十分に役に立つため各国は手砲よりも一回り以上小型の副砲を搭載して補助装備とした。水雷艇が登場するとこれに対処するために副砲よりもさらに小型で 取り回しの良い方を搭載した。また手法は4門搭載する時代がしばらく続いたため、各国は戦艦の法力拡大の際には、副砲を大型か、あるいは副砲より大型で、手法より小型の中間砲を装備する例が見られた。その後、土球戦艦の思祖たるドレトノートにおいて、手法の門数を10門に増加させた。そして多数の手法を、 環境からの一元的な射撃管制により、遠距離砲戦での命中率を高め、搭載砲を手法と、耐水雷艇用の7.6センチメートル速射砲と、し、それ以外の砲を廃止した。しかしながら続いて、土球戦艦を建造した他国海軍は、副砲を残した。土球戦艦以降の副砲は、戦艦同士の近距離砲戦を目的としたものではなく、水雷艇。 それより発達した駆逐艦などの小型艦艇への対処を目的としたものとなった。手法は旋回速度単位時間あたりの射撃速度が低く、小型高速の艦への対処が困難だったためである。イギリス海軍も駆逐艦への対処のため、対水雷艇用であった速射砲を大型化し、事実上の複砲の復活となった。 全土球戦艦時代から超土球戦艦の時代にかけて戦艦の複砲は原則にケース名と配置され速砲を施行する設計が多かった。日本では長戸型までがこの形態である。一方で純土球戦艦においては中間砲は砲塔形式とし原則に配置するのが通例であった。1920年頃より複砲についても中間砲と同様に 連装、または三連装の砲塔形式とし、2機を高い位置の、船体中心線上に、残りを低い甲板上の側面に配置することで、前方、後方、側方いずれに向けても、一定数の砲門数を指行できる設計となった。ノースカロライナ級、ヤマト型などがこの形態である。他に原則に、砲塔形式で、前後方から二段の背を意識配置とすることで、 やはり前方、後方、速方いずれに向けても、訪問数を施行できる設計が、キング・ジョージ5世級などに採用された。アメリカが1934年に正式化した38口径5インチ法は、対艦射撃にも、対空射撃にも使える、療養法だった。以後のアメリカの戦艦は、副砲と広角法を、この5インチ療養法に一本化し、連想法等に収めて搭載した。 イギリスも1940年に50合計5.25インチ療養法を正式化し、アメリカと同じく複法と広角法を統合して、キング・ジョージ5請求に連想砲塔で搭載したが、複法としての性能には問題がなかったものの広角法としては即射性に欠けるなど欠点の多い法だった。日本は療養法の開発に遅れを取り事実上開発に、 成功しなかったので、複方と広角方の両方を装備し続けたが、大和型の15.5センチメートル3、連装複方二零式通常弾、三式弾を組み合わせての対空射撃は効果的で即射性も良かったと、傭兵側には好評であった。一方、広角方については、1920年頃までは、航空機が未発達で戦艦の脅威になるとは全く、 考えられていなかったため、広角砲の搭載はされなかった。1920年頃より広角砲の搭載が始まったが、この頃は7 6トル単装広角砲を4本と、小威力、単射程の広角砲を少数積むのみであった。1930年頃より次第に航空機の脅威が考慮し始められ、長戸型では、 改装時に1 2 7センチ連装広角砲4機8門を搭載した。ビットリオベネト級は、新造時より9センチメートル単装広角砲12門を搭載。ビスマルク級では1 0 5センチメートル広角砲、連装発揮16門と3 7センチメートル広角砲、連装発揮16門を搭載した。 アメリカが降格法に代わり5インチ療養法を装備したのは前日の通りだが、その門数としては1941年収益のノースカロライナ級で連装10期20問であった。第二次世界大戦が始めるとすぐにタラント空襲、新自安攻撃、マレー沖海戦と航空攻撃によって戦艦が撃沈される事態が立て続けに起こったため防空能力の強化が考えられ、 旧型の戦艦では複砲を下ろして、広角砲を追加する改装が行われた。しかし改装を行っても、混合型で12.7センチメートル砲を12門に止まるなど、心臓の時点で対空装備が重視されていたノースカロライナ級、サウスダコタ級、アイオワ級の5インチ両用砲20門には劣った。魚雷が命中して、内側に押し込まれた戦艦オクラホマの 原則走行を飛来する敵弾を跳ね返す目的で装備される鉄板。時間の搭載する手砲弾の攻撃に耐えられるだけの走行を施すことが求められていた。艦の水線部近辺に垂直に装備する水線鋼鉄と水平な甲板に装備する甲板鋼鉄があり、どちらも特殊鋼でできている。鋼鉄に求められる重要な性能は主に次の2点である。 敵団の侵入を阻止する硬さ衝撃を受けても、割れにくいことこれらは鉄鋼にとって相反する性能であり、従来技術では一種類の材質では達成が困難であった。そこで1890年代までは、日本の初代戦艦、富士などが硬いが脆い鉄板を外側に、粘り強いが柔らかい鉄板を内側に貼り合わせた複合鋼鉄を用いていた。 1890年代にアメリカ人のハーベイがニッケル鋼の表面に進化処理を施し、表面の未硬化させて、対弾力を飛躍的に強化したハーベイ鋼を発明した。富士級の水泉鉱鉄は複合鉱鉄で 457mm あったが、四季島級はハーベイ孔、三笠はクルップ鋼を使い 229mm に半減でき、対弾力は 富士を上回った。その後、鋼鉄は順次改良が施されたが、基本的には、表面芯炭処理技術を用い続けている。水線鋼鉄の厚さは、手法の強化に従って増加し、第一次世界大戦直前で255から3 0 5ト、mm、ル、第一次世界大戦期で305から3 3 0ミリヤマトでは、ついに4 1 0ト、mm、ルに達した。一方、 艦板鋼鉄は第一次世界大戦まであまり問題にされず50から1 0 0、mm、トルだった。その後、日露戦争ユトランド海戦の損害や戦後の実感を用いたテストで遠距離砲戦時の艦水平部への着弾が大きな損害につながることが判明し、第二次大戦前に建造された艦は艦板部の鋼鉄を強化している。毒が1 2 0ト、mm、ル。 米で1 5 0ト、mm、ル前後、ふっついで2 0 0、mm、トル未満、ヤマトでは2 0 0、mm、トル強の厚さがあり、砲弾だけでなく航空機による急降下爆撃にも十分な防御力を持っていた。しかし、甲板防御は水戦防御に比べて広範囲を覆う必要性があり、装甲を水平に貼ることによる重量増加が懸念された。そのため、 水線部の走行を内側に傾斜させて、走行を張る傾斜走行方式が開発され、列強の多くはこぞって、新戦艦に採用して、重量の軽減化に努めたが、イギリスとドイツは独自の理論に基づき、イギリスはネルソン以降から再び垂直走行に立ち返り、一方ドイツは垂直走行に固執した。また、第一次世界大戦以降では、重量問題から、 完全体に十分な装甲防御を施すのは困難であり、中央で不十分な装甲圧では無駄が多いとして、主要部分のみ十分な装甲圧を配分する集中防御方式が戦艦の防御の標準となった。ただし、ドイツ海軍の戦艦は独自の理論により、全体防御を採用し続けていた。時間の手砲弾に耐えられる装甲は戦艦の設計条件とされ、 この定義を満たさず防御力を妥協して、速力を高めた艦は、巡洋戦艦と呼ばれる。ただしこれは、結果論による定義であり、元来の巡洋戦艦は、巡洋艦から発達したものである。逆に若干であるが、防御力を妥協して、速力を高めた戦艦も存在し、現実には、時間の手砲弾に耐えられる装甲という定義は、絶対的なものではない。 機雷や魚雷等による艦の喫水線以下に対する攻撃からの防御を水中防御と呼び水面下の船体側壁を破られることで艦内に大量の水が浸水し浮力や重量バランスを失い沈没や転覆したり船体の傾斜により球断できず軽戦不能になるような事態を防ぐことであるこのためフランスの造船士官ルイエミール・ベルタンは 原則水面下部分に細分化された水雷防御区画を設け水密構造にし、さらに過去遺跡と呼ばれる水線下防御格壁倉庫を設けることにより、浸水をその区画だけに極限する方法を1880年代に発表し、以降の各国戦艦に取り入れられ、用いられている。後にこの水密区画の一部にあらかじめ液体を満たして衝撃を和らげながら、 浸水による重量不均衡を避ける方法も考え出された。防御方式には列強各国で特色があり、アメリカ合衆国はテネシー級以後、米国戦艦に採用された多層水雷防御方式は防御区画を何層にも設け、液体を満たした方式である。フランスはダントン級六番艦、ボルテール以後から水密区画にハン形物を充填して、 ヒライの衝撃と水圧から核壁を守る理想的な方式等が開発されて実践で有効性が証明されていた。他の国でも独自の理論により開発を行っていたが工作技術の未熟さや理論倒れのために効果的な防御力が得られなかった。ドレッドノートの登場前や第一次大戦時代の戦艦は嫌いへの触来や 魚雷攻撃であっけなく沈没した艦が多いが、設計、増艦当時はもともと嫌いや、魚雷の知見が少なく、これらの新兵器の急速な性能向上がこれらの戦艦の設計時の想定を超えていたと言える。その例として、日露戦争の初期に、日本の八島と初世、初ハロシアのペトルパブロフスクが嫌いに触れて沈没している。魚雷などの爆発力は、艦の外反から、 内部の防御創艦板までの距離の3乗に比例して弱くなるため艦幅の大きい方が水中防御を施す上で有利となる。アメリカのサウスダコタ級が全球のノースカロライナ級より艦幅を大きくした理由はこの点にもあるとされている。また砲弾に対する防御とは異なり九百二十年代半ばまでの玄関常識では水中防御では分厚い鉄板は 必ずしも必要ではなく、30から50ミリメートル程度の走行で良いとされていたが、日本海軍は、ワシントン海軍軍縮条約により、廃艦となったが、浸水は済ませるほどに建造が進んでいた戦艦、土佐を実艦標的とした1924年の砲撃実験によって、艦の手前で着水した砲弾が水中を直進して、艦隊に命中し大きな被害を与える。 水中弾効果を確かめ、これに対する防御として、水戦下にも走行を延長している。なお、水中弾効果は、アメリカ海軍も1935年頃に、実験によって同様の効果を確認し、これにより、戦艦サウスダコタ級以降の米戦艦は、水戦下防御の観点から、原則走行の一部を、水戦下から艦底部まで伸ばして、水中弾に対応している。 しかしノースカロライナ級以前の米戦艦に水中弾防御はなく、英独不追の新型戦艦も水中弾に対する防御を持たなかった。戦艦時代の後期には、装甲も含む水密鋼板の取り付けをリベット工法から溶接工法に切り替える時代の動きがあったが、その適用には各国の基礎工業技術力や方針による部分があり、旧日本海軍は、 平賀譲るのリベット広報主義により多くの戦艦を航空魚雷の飛弾による水密喪失、浮力喪失、傾斜転覆で失っている。ドレッドノート以前の戦艦は蒸気機関車と同じ構造の蒸気レシプロ方式であったが、ドレッドノート以後は一部の例外を除き蒸気タービン式を採用した。ドイツのポケット戦艦はディーゼル機関だった。第二次世界大戦前に 日独で戦艦へのディーゼル機関採用の検討があったが信頼性や開発能力の関係で実現しなかった。アメリカ合衆国は土球戦艦以後にも一部の艦にレシプロ機関を採用していたが、この当時のタービン機関は燃費がレシプロに及ばなかったためである。その後の1920年代には蒸気タービンで発電機を回し、電気モーターでスクリューを回す。 ターボエレクトリック方式によって、巡航時の蒸気タービンの燃費の悪さを改善しようとした試みがあった。この後、アメリカとフランスは、高温高圧の蒸気を生み出す高圧ボイラーと、高速回転するタービン軸をはぐるまで、スクリュープロペラに適した回転数まで減速する、ディアードタービンの組み合わせで、ディーゼル機関に迫る高燃費のタービン機関の開発に成功した。 イギリスとイタリアもギアードタービンは実用化していたが燃費が悪いために航続距離が制限され米仏に遅れをとった日本はイギリスで建造をされた混合型巡洋戦艦がイギリス製のギアードタービンを採用し不装型と伊勢型でもイギリス製をライセンス生産したギアードタービンとしたが取り扱いに難があったため国内で改良を重ね長戸型以降は 国産ギアードタービンを搭載、混合型以降も改装時に換装している。本来の戦艦には分類されないが戦艦と同等の巨砲を搭載した艦艇の例をここに挙げる。戦艦は本来はトルシップの直訳語である、戦闘艦の略語が第二本帝国海軍他で使用された名詞であるが、今日では戦闘艦の意味がコンバタントシップ相当へ。 限界域戦闘艦の影響もあって変化し、戦闘艦イコール戦艦の意味で、軍事有識者が使うことは、稀となったが、古い文献等では、注意を要する。また相手か無知かは別に、現代でも、現代的意味の戦闘艦の略語として、戦艦という用語を使う、あるいは、軍艦の意味で戦艦という用語を使う、メディア、個人、団体は存在する。 アメリカ海軍公式の戦艦を表す略号はバトルシップの頭文字 B を2文字重ねた BB である。イギリス海軍も略語として同じく BB を用いた。イギリス海軍公式略号の巡洋戦艦を表す略号はバトルクルーザーから BC である。アメリカ海軍は公式に巡洋戦艦に分類する艦を建造しなかったので BC は使用したことがない。 アメリカのアラスカ級は非公式な用法で巡洋戦艦扱いされる場合もあるが、アメリカ海軍公式には大型巡洋艦であるので、略号は CB になる。CL は軽巡洋艦のライトに取られてしまっているので、クルーザーの C にビッグの B である。日本あるいは米英以外の国においても、海軍関係の文脈において略号を用いるときは、 BBBCCB で通用する。ありがとうございます。